ホロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース。皆さんこんばんは。水星のことか現れたスターの原石アイドル VTuber の星町水星です。さてこの番組はホロライブに所属するバーチャルアイドル星町水星が宇宙に響き渡るような歌姫になるべく願い事や思いを音楽に乗せて奏でていく音楽番組となっております。今週もこの放送 YouTube で同時視聴されています。最近の私ですが、この番組のねテーマソングのため作詞をちょっとめちゃめちゃ頑張っているんですけれども、どうだろうこの配信がこのラジオが配信されてる時はもうリアルタイムで言うと完成している時期なんだろうか、どうなんだろうか。ちなみに収録している今現在はラップ部分に苦戦しております。それ以外のところは結構固まってきたかなという感じ。せっかくねまあお休みをいただいていたのでその機会にちょっといろいろ進めてみて、もうねやばいよ。歌詞してる時パソコンで歌詞書いてるんだけど、もうね検索エンジンが検索タブ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 みたいな、もう Google Chrome でタブ開きまくりみたいないろんなアーティストの曲開きまくり YouTube みたいな、もうそんな感じでねもう10個に10個ぐらいタブ開いたまんま歌詞を書いておりますけれどもいやーどんな歌詞になっているんだろうか。来週再来週の私いいやつに仕上がってるといいな。そろそろみんなにお披露目できたらいいなと思います。さて今回は、先週に引き続きゲストとして虹サージ所属の乾とこちゃんが遊びに来てくれております。前回は、ほとんど明日の話で終わりましたね。皆さんの予想通りほー喜びー。それでは始めていきましょう。ホロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペースオープン。星町水星のミュージックスペース。さてここでゲストの登場です。じゃが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 じゃじゃん、イライタコちゃんです。はい、先週に引き続きマイナー23時公式ツヤツヤケルベロスイライタコです。マイナー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 。先週はたくさんお話ししましたね。いや話したりひんけどね、話したりひんね。ということでなんとメッセージが届いてるんですよ、うちらに紹介していきましょう。星読みネーム、はい、親子どんのすけさんからです。はい、すいちゃん、とこちゃん、こんにちは。こんにちは。とこちゃんがゲストと聞き、この時はずっととても楽しみに待っておりました。 ありがとうございます。こちらこそ。突然ですが、お二人に質問があります。はい。お二人といえばアンサンブルスターズことアンスター好きで有名ですが、お二人はアンスタで好きな曲はありますか？やはりナイツやトリスの曲でしょうか。ちなみに私はアンテッドのバレンタインイブズナイトメアが好きです、はい、ということでした。はい、ということで、いやこれは一緒に引き続き話してもいいということですね。これはもうそんなに私たちの口からもアンスタのことが聞きたいとそういうことです。このメッセージはつまりそういうことですよ。まあ、もう世間の声っていうことよね。だからもうそうそうそう、じゃあもう存分話してやりましょうと。ああ、もうね、そんな別にこれはね、うん、そうみんなに聞かれたからこその話題やから、そういうことですから、ね、みんなが言うから話す。脱線じゃないからね、これは。そう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 、そう本線だから。いや、バレンタイン、ね、イブズナイトメアの話でさ、うん、ちょっと好きな曲がちょっと脱線ちゃうんだけど。いいよ。これさ、ライブで歌ったじゃん。やってたね、バレンタインイブズナイトメア、これのさ、うん、途中でさ、途中でさ、投げキスするのかが。あの瞬間のね。そう。プロデューサーたちのね。そう、思い出深いね、ちょっと。あの頃はまだ転校生ちゃんたちが。そう。ね、チュッっていうところで、みんなが、あぎゃーなったら、ちょっと面白すぎる。アビー共感みたいな。そう。シンシルイルイみたいな。それちょっと思い出深いんだよね。そうね。そうだね、確かに。そうだから、バレンタイン
かる。でもね、ライブといえば、うん、私ね、トリックスターの、うん、あのチェリーハッピーストリーム、はい、あれはね、うん、めちゃくちゃテンション上がるの。超テンション上がる。あれ本当に大好き。掛け声があるじゃん、うん、エピパイクラスの辺、ねね、あれがね、なんかこうみんなでライブ見てるみたいな感じするよね。うん、そうそうそう、一丸となって、うん、もうライブ映えするよ ね、あの曲は。いや、あれは最高なんよ。あれは最高、本当に。なんか、うんうん、ライブで最高っていうと、うん、あとはあのスイッチの、はいはい、あのエメラルドプラネット、うんうんうん、あれがすごい好きで私。いや、わかる。ね、なんかスイッチっていうと、うん、あのテンプテーションマジックっていう曲が一番最初に出た曲なんですけど、うんうん、あのこれがねスイッチの代表曲っぽい感じがするんですけど、はいはいはい、アルバムで収録されたねエメラルドプラネットってやつ聞いて、うん、でもやっぱスイッチの始まりの曲ってこれだよなみたいななって、でそれをスイッチの瀬戸里の一番最初に持ってきてくれたことがマジで嬉しすぎて大感謝して、ね、私自分の3曲目のねオリジナルソング、はいはい、アンサンブルスターズにも関わってる桑原 P がね、そうよ、ちょっとそう手伝ってくれているんですけれども、うん、桑原 P に会った時に、いやあれ最高でしたね、エメラルドプラネット一番最初に持ってきたのあれ天才ですよみたいな直接言っちゃいましたね。ゴリラゴリラ、もう引かれてしまう。どうしたこの今ドラミングがどこかから聞こえてきたもの。どこどこどこ今日収録しに来たんじゃないのかこの人みたいな。いや、そういうことがありましたね。いや、やっぱねライブで映える曲っていうのもね、うん、あるよね。なんかこうライブで聞くと特別感が増す曲みたいな。うん、そう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 。なんかそれで言うと、うん、トコちゃんのさ、はいはい、参拝なん、あ、ね、あるね、うちのカーニバル3倍サンシャインカーニバル、ね、そうすいません、はい、ロゴで3倍サンシャインカーニバル、私これ昨日聞いてきたんですよ。あら、カーニバルでレッツゴー違う言うて、そう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 、あのね、イリュカバーってやつ、イッセヒヨコ、あそこね、めっちゃ気に入ってんの私。あれね、いいね、あれライブで歌ったら絶対盛り上がるなって。いやそうよね、うん、絶対やりたいと思われば、いつかね、歌ってほしいですね、みんなに言ってほしい、うん、絶対、うん、私も言って言います、みんなでヒヨコ言ってほしい、イッセヒヨコ、はいはい、では次のお便り行きましょう。ちゃう曲の話で終わる。おしおみレームクロスターからのお便りです。うん、スイちゃん、ゲストのトコちゃん、こんばんは。こんばんは。スイちゃんとトコちゃんといえば V アンスタブやマイクラでコラボをされてましたが、うんはいはい、今2人でコラボ配信するとしたら何をしたいですか。自分やっぱり2人とも歌が上手いのでコラボソングを聴いてみたいですね、ということでした。うん、いや、歌いたいよな。歌いたいし、うん、一緒に踊ってみたいなって思う。え、本当に。いや、なんかやっぱりさ、こうね、2人ともめでたくさ、うん、今年に入ってからさ、う、ね、うん、手に入れたわけ。手に入れたね、動ける体というものを。そう、あの、うん、世にね、こう世にペンって出したのはね、二人とも今年、うん、うん、そうだね、私は一応その、ね、去年ね、一応動いてはいたんですけども、うん、そうだね、ライブで、そうそうそう、でもその、うんうん、お披露目っていう形で出したのがね、二人とも一日違いやったからね、うん、やっぱね、動ける自由な体を手に入れたからには、うん、歌って踊ってしてみたいなって、したーい、思うよなー、したいしたい、やりたい、やりたい。トコちゃんのさ、うんうん、あのお友達コレクションじゃなくて、スイッチのゲーム、違う友達見る、そう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 、おいしさんからなんか怒られる。いや、おいしさんそんなこと怒られてじゃない、お友達フィルム、コレクションすんなって言われる。そうそう、フィルム、フィルムのさ、ちょっと踊ってたじゃん、ギバラちゃんと、うん、そうね、ちょっとあれすごい可愛くてさ、あ、ほんま？そう、あれ大好きなのよ、あれね、そう、楽しかったよね、うん、踊るの、一緒に踊りたいね、やっぱ踊りたいね、あ、じゃあアンスタの曲で、バルのやつでちょっとカンコピすっか、0コンマ2秒すらズレが許されない、ズレてるのかよ。夢が広がりますね。はい、次のお便りどうぞ。はい。おしおみネーム、チャクチュンさんからのお便りです。チャクチュン。チャクチュン、ちょっと噛みそうになっちゃった。スイちゃん、トコち
ゃんこんばんは。こんばんは。前回のエムスペで陰キャ陽キャという話題で盛り上がっていましたが、ゲストのとこちゃんは陰キャ陽キャのパーセントはそれぞれ何パーセントずつですか？スイちゃんはとこちゃんは、うん、陽90陰10ぐらい。めっちゃ陽キャやめっちゃ陽キャな気してんだけど、自分ではどう？いや半々やと思ってる。半々。そうか。え、なんでなんでなんで。え、なんか人と喋ってる時とかは、うん、陽やねんけど、ほぼ、うんうんうん、一人でおる時はほんまに陰って感じ。なんかもうじゃ想像できるんだよな、想像にたやすい。うん、だからこう例えば配信とかで、うん、みんなうわーって喋ってて、うん、あの落ちとこーって言って配信切った瞬間にスンお茶飲もうオフが激しいっていうことですねやば配信者ならではのね落ちとこー無事お茶飲もうありますね。なんかでもスイちゃんは、うんうん、やっぱ喋ってるとこちゃんとね、まあ、うんうん、まあ喋ってるところじゃないか見てないっていうか喋ってない時の私を知られてたら逆にそうです恐ろしいんだけど、なんかトコちゃんってなんかほら、はいはい、ゲラじゃん。そうかな。よう笑う、うん、マジよう笑うし明るいからうん、うん、なんかね喋ってて楽しいし、うん、なんかやっぱりよく笑う人好きなんだよね。え、嬉しい。でも言うて、うん、スイちゃんもよう笑うよなそうだね、ゲラ同士だからゲラ同士だからちょっと、ね、ちょシンパシーがね、シナジーがね、そうなんよね、いい感じね。なんかうん、いろんなものが生まれてしまってそこから。そうだね。なんかこう長い時間2人ともめっちゃ笑ってたから、うん、それがこうスッて終わった時にそれが面白いみたいな笑い終わったのが面白いみたいなそう、ダハハハハハッスンダハハハみたいなうちはちょっとヨウだねヨウ、ヨウやわ多分。ヨウだわこれヨウ、ヨウですヨウですかヨウ100でお願いします。ちょっとヨウタイプですうちらヨウです。はい、化学反応起こしてヨウのタイプの我々じゃあ次のお便りいきましょう。はい、星読みネーム犬タロスさんからのお便りです。タロス、しーちゃん、とこちゃんというホロライブと二次三次の歌柱な二人のラジオ、うん、楽しみに待っていました。歌柱、ちなみにそれぞれ自分的にはホロライブと二次三次の何柱だと思いますか？はい、柱ってこれ多分鬼滅の刃的なそういうやつ、ね、多分そうですよね。え、何柱？自由柱フリーダム柱私よく自由って言われるから、まあ自由柱。確かにマイペースな、でもマイペースなのがねとこちゃんのいいとこですからね。そうそうっていうのそうなの。え、私なんだろう、何柱な、なんだろう、テトリス柱限定的それしかないね。私ね、スイちゃんはね、うん、ホロライブのね、うん、おサイコ柱やと思う。おサイコ何おサイコって。おサイコ柱やと思ってサイコパスってことマジそんなそんなそんなことないですよ。確かにね、ヒットマンとか見るの、よく見るのもう切り抜きとかで確かにね、ヒットマンでいろんな人暗殺したりとかね、うん、プロジェクトウィンターでね、そうかみんなってね、いろんな人をね、かぎ取ったりとか、ね、って言いながら遊ぶよって言ってるスイちゃんを見てそうですね、はい、お最高柱だと。なんででしょうね。いや、でもテトリス柱もそうやね。そうだね、テトリスも大好きだから、テトリス柱、うん、おサイコ柱は、まあ、あの人からのちょっと他線ということで次線ではないんですけどありということにしてみましょう。はい、はい、では次のお便りいきましょう。星読みネームみずほさんからのお便りです。はい、スイちゃんといえば日本武道館でライブをすることを目標にしていますよね。そして、うん、トコちゃんといえば昨年、うん、両国国技館でライブを経験したと思います。神像よくステージには魔物がいると言いますが、トコちゃん本当にステージに魔物はいましたかいや、これね、お答えしましょう。いや、これはでもね、はい、はい、スイちゃんもさ、ね、トヨスピット立ったから、うん、多分共感してくれると思うねんけど、うん、多分いるんよ魔物自体は。ただ多分魔物は
いてもたかだか1匹ぐらいです。ああああああなんかね、もうステージに立って、うん、パッて前を向いた瞬間に、うん、もうね、あの無数のペンライトの海と、うん、あのみんなの声が聞こえた瞬間に、うん、もう魔物もね、うん、負けよ。勝たんよ、あれは。勝たん魔物勝たん魔物勝たんのよ、もうみんなしか勝たん。だからうちらしか勝たん、みんなしか勝たん。だからね、魔物はおるけど、うん、問題ない、問題ない。そうだね、結局ライブは本当にみんなにね支えられてね、そうできるし、もう魔物なんかマジヘでもない、うん、そうですね。もうそんなこと言って私もライブ立つときもガガ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 ガ、袖が一番緊張する私。ブル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 、出番ちょっと前ぐらいが一番するね。なんで最初アカペラにしたいの。神戸か聞こえる、声聞こえる。めっちゃ見てくれてたもんね、あれもね。めっちゃ見たね、とこちゃんの両国国技館。すごいね、うん、あの直接感想も言ってくれたし、うん、ね、あのスイちゃんの自分の配信でもね言った、言ってくれたり、言いまくった、インタビューでもね言ってくれたり、インタビューでもどこでも言った。あれ大好きだからどこでも言うた。円盤まだですかね、一からさ。私より言及してる。円盤実は出てるんですよ。あれあれ皆さん、スイちゃんのように円盤情報知らなかった方、もう出てるらしいです。実はね、円盤出てるんですよ。もう買って見まくりましょう。よかったらね、あの時期が落ち着いたらうちに見に来てもらって。あ、見に行くー、ね、同時視聴、同時視聴って言ったな、そういうの。同時視聴する。上映会、鑑賞会、上映会するしよう、しよう。まあ何度かんだ ね魔物はステージにいましたか、なんて、うん、いますけども、そう、とこちゃんが魔物ですから。そうよ、そうよ、かぶってやったら終わりよ、もう。そう、とこちゃんケルベロスですからね。失礼します言って、うん、失礼します、カプ。失礼します、カプ。はい、メッセージ皆さん、はい、ありがとうございました。